品開発本部のフットウェア開発課の桑原拓郎です。我々は基本的にスポーツシューズの開発には選手のパフォーマンスを最大限に活かすことを目標としています。そこで私たちはその俊敏な選手の動きを最大限に活かせるようなシューズの開発を目標として進めました。私たちはその必要な要素を得るためにハンドボールのトッププレーヤーであるクリスチャン・ケリング選手のバイオメカニクステストを行いました。それによってハンドボールシューズの設計において非常にキーとなる領域を導き出すことができました。まず一つ目にダイナモーショングルーブです。この構造は前足部の屈曲性と安定性を両立させることで前後左右の選手の素早い動きに対応します。二つ目は水のウェーブです。この水のウェーブはクッション性と安定性を両立させます。この構造を採用することにより選手のジャンプやステップなどの衝撃を緩和し選手の足元をサポートします。3つ目はダイナモーションフィットです。この構造は動きの中での足と靴の一体感を高め激しい動きをサポートします。最後に前足部に配置されたストラップ構造です。この構造を採用することによりサイドステップ時のアッパーの大きな変形を防ぎ素早い動きを実現させます。